はい、えー。皆さん、土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。皆さん、こんにちは。え今日は、あ2月の2十日。 9日土曜日、えー、午前11時になりました。えー、ヒートの昼前パーソナリティは、ギノワン市の司会人をしてます、小谷仁志です。そしてね、えー、今日も FM ギノワンの山内さんにお手伝いをお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいえー。ということで、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。えー、メールアドレスは、797-fmguidoan.com コムですまた、この番組では、FM ワンのホームページや、YouTube でも映像と音声をネット配信してます。えー、動画をご覧の皆さん、こんにちは。よろしくお願いしますで。さらにね、スマホアプリ、リスラジオでもお聞きいただくことができますので、皆さん、よろしくお願いいたします。えー、まあということでね、あの、冒頭でも申し上げましたように、今日はね、はい、4年に一度のウルー年ということで、2月29日で、第5、 土曜日ということで、はいえー、奇数のお曜日をお土曜日を放送させていただいてましてね、なんとかこ今月3日目の、ねはい、放送させていただきまして、ありがとうございます。はい、でねあの、29日っていうのは、本当、4年に一度しか来ませんよね、はいであの、同級生の友達もね、2人、今日が誕生日がいまして、29日ね、どうするのって話したときね、28日にやって、 たりとか一日にやったりとかいう話もあったんだけど、でもあのまあ四年に一回だから年を取らないねっていう話もあったりして、であの1964年の2月29日なんですね。でそれで数えてみたらえこの2020年の2月29日でえまあ。 68年を1としたときに、ねはい、ちょうど14回目なので、まあ、じゃあ14歳の誕生日あーではないけどね、まあ、14回目のまあ29日ということで64年というと東京オリンピックそして2020年はまた東京オリンピックということで、まあ、オリンピックイヤーではあるんですけどね、はい、この,あのコロナ熱新型ね、えー、このコロナウイルスのほうが、ね、とても心配なんですけどね、うんうん、それであの山下さんの,あのメッセージが。 取れているということで、はい、メッセージのほうからじゃ先にご紹介してよろしいでしょうか。はい、えー。こんにちは。こんにちは。タワリンタワリンさんいつもありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、うん、イベントの中止、うん、自粛が相次ぐ中、うん、ついに小中高校が、えー、来週明けから臨時休校される事態に驚きを隠せません。うん、そうですよね。明日は県立高校の卒業式ですよね。うん、はいはい。 普天間高校のコサージュ作りに頑張った保護者の皆さんは出席できるのでしょうかいろいろ心配だらけですが、えー、自分の職場では、うん、公共交通機関を利用する人に限って自社出勤が認められ高齢の、えー、退職者送別激励会が規模縮小される見通しですいろんなとこで、 影響を及ぼしている新型コロナウイルス早く収束してほしいですとのことですありがとうございますふてまたおりさんね、いつもあのメッセージありがとうございます本当ねもうおっしゃる通りですよねはい。早めにね収束をしていただきたいなということとはい。あとあの今メッセージからもありましたあの小中学校のね、うん、このお県内のお 休校の予定というのが今日の、ね、新聞の方でも一覧で出てましたし、はい、ちょっとそこちらの方の話もちょっと今日したいのとあとタオリンさんからあったの普天間高校の卒業生に贈るコサージュ作りこのもねあの番組の後半でねあの少しご紹介をさせていただきたいと思ってますので、はいえー、よろしくお願いします。はい あ、あのまたシュプリームさんからね、はいえー、シュプリームさんゼロ一二四あしくなってるかなあ、のあのメッセージってあります。いつもありがとうございます。ヒ、えートさん山下さんこんにちは。シュプリームさんこんにちは。ねありがとうございます。えー、シュプリームさんは大阪の方でした。東京ですね。東あ東京ですね。東京の方ですね。はい、東京の方もね、あのこの大変なね観光客の方も減ったりとかね、またあの。 外出もできなくなったりとかね、いろんな、はい、あのこの新型コロナウイルスでね、大変だと思ってますので、えー、一日も早くねあ、収束することをね、本当願っております。き、まあ、今日の新聞の方でも、ね、あの報道がございまして、す、ま、で、あ、にあのご覧になっている方もいると思うんですが、はい、あの県内、小中村立小中学校の休校期間や、そして、まあ、卒業式の実施の可否ということで、えー、新聞に載ってまして、はいえー、私どもは、宜野わ市 のの方は3月日日から23日までを休校期間としてであの卒業式の実施の可否についてはまあ規模を縮小ということでね出てましてえそしてあのまあ保護者の説明は文書で通知ということで,であのえ休校に伴う対応ということで、はい、まあこれ宜野湾市の方はえ子どもを見られない家庭はあ学校で把握し小学校 1>, 1年から3年生に限り、えー、各小学校で、えー、午前中のみ、えー、子どもを預かるということで、まあ、本当にあの低学年の奥さん1年生から3年生であのご両親ともあの共働きをされて子どもだけねうちに置いておくわけにはいかないというあのご家庭もあると思いますのでその場合はあの学校の方であのそういう。 多分調査か何かすると思うんですよ、はい、把握しということがありますから、はいはい、そして学校で午前中のみ子どもをお預かりするということでございますので、宜野湾市立の小学校にお,あのお子さんを通わせてい皆さんは、こちらの方をねをぜひまたチェックしていただきたいと思います。はい、各の市町村によって、ね、この対応の休校の期間が全部それぞれ違いますので、はい、あのお住まいの市町村、そしてあのお子さんを通学させている。 まあ市町村のねえ教育委員会の,このえ対応というか、新聞の方を一覧されて、ご確認の上で対応していただきたいなと思っています。まあ、あの昨日夕方のテレビでもねあの石垣市の中山市長の,あの記者会見を見てましたけどまあ石垣市においてはまあ休校はなしと、ただ卒業式は規模を縮小ということでまああの休校しない理由としてはまあ感染者が 石垣市の方で発生していないとか、はいまあ、通勤や通学での流入人口がない、えー、そして児童・生徒が公共交通機関を使っていない、うんでえー、4番目に共働き家庭が多いということで、これはまたその地域によってね、それはそれでそういった判断でもいいのかなと思っています。 えっと、発生した場合にはすぐにまた休校するという,ようなこともね、うん、確か付け加えられていたので、はい、えそれはもう本当、ごもっともなあのご意見だなということで思ってますので、うん、本当にあのただ、急なね、えー、まあ26日でしたかねあの安倍総理の。 あの会見で、えー、急にもう皆さん本当にね,ね大慌てでね、きのうも教育委員会の方にちょっと夕方問い合わせをした時きも、公聴、はい、会を今、ちょうどね、えー、ずっとやってますとかいうことで、本当に各市町村の教育委員会、そして、えー、学校の方は大変なね混乱、えー、というか、大変だったと思うんですけど、まあ、こういった決まった状況でも今、動いて、その中で僕はあの、 えー、様子を見ながら、ね、また、ね、あのこの期間の方にも関しても、少しまた、えー、検討してもいいのかなというような気もしてますので、まずはそういう決定をして、えー、それで動くということでございますので、えー、皆さんも、ねえー、新聞の方とかもチェックください。あそしてあの、シュブリさんからまた、ね、メッセージいただいてまして、流、えー、大の卒業式は保護者や在校生は出席できないらしいですねと。 ありました。あな、なるほど。じゃ、卒業生のみの、あの。ですね。あの、いろいろね、あの、簡素化されるということですので。うんうん、なるほどね。えー、前、まあ。 特にま確か大学の方の卒業式早かったなと思ってますけどね。はい,はい、はいえー、そんな感じになりますよね。う,ん,うん、またあのえっ、ー、といつも中学校の方は私とまあの市会議員の方にもあの学校からね。ご案内いただいて、えー、来賓であの卒業式出席をさせていただいてるんですが、はい、まあ、今回はもうあのー？ そういったことで来日の方はご遠慮くださいということであのご案内もありましたのでそれはもうその通りだなと思ってなるべくその時間も、ねえー、短縮をして、えー、実施するというふうな方向で進んでますので、はい、それはいいのかなとであの、まあ、一番その気にしてなってたのがその休校に関して来週、えー、3月の4日、5日はあの県立高校の,、はい、あの入学試験がございますので、はい、本当にまあ受験生、3年生はね 本当、あのー、受験勉強も一生懸命しながら、こういったあの学校の休校がどうなるかということを、とても不安にね、うんうん、持ってる子どもたちも多いと思うんですけど、はい、まあそういうのも勘案してるのかなということで、まあえー、市の方うはまあ4日からということで、まあ、あの月間はあ中学校空いてますから、しっかりまたそこで、あの議論しないの,あの4つの中学校の通いの生徒さんは、うん、まあ勉強して、また先生からのアドバイスを受けて、またしっかりまた受験に。 望んでいいたただきたいなとと思ってます、はいね、この大変ですよねいろんなものを勉強しながらそしてまたプレッシャーも感じながらねそしてまたこういったあのコロナウイルスのものでとかいうことで本当にあの大変なんですけど、はい、もうこれはあのと自分自身でもね予防のためにとにかく手洗いそしてあのうがいをしっかりやって、えー、まずは自分がその 風もまた流行ってるんであの、まあ、今新型コロナウイルスの話題になってますけど、うん、あのインフルエンザのねまた B 型も流行ってるらしいので学級閉鎖になって学校までって聞きましたから、はい、あのそういう意味ではその新型コロナウイルスだけに限らずあのインフルエンザとか風邪の予防のためにも手洗いと、うん、そしてあのうがいの方そしてまたあの風邪気味の人は人にうつさないようにもマスクをしっかりとね 着用するとということで、はい、あの手洗いのなんかこの様子が紹介されたんですけど確かに親指って山口さん、はい、意外と手を洗う時って忘れますね。忘れますね。それなんか写真かなんかで見たんですようんこうやって洗いましょうって言うと確か,あ確かにね親指ってあんまりきんね 気にならなかったけど、ね、考えてみたら、あそこあ、漏れ、抜けてるなと思って、今度はまたしっかりね、親指も洗って、この指先とかもね、洗って、えー、とにかく、まあ、あの予防にまず努めないといけないなと思っています、いろんなね、うん、この噂もあって、どれが本当なのかっていうのが。 わからないでよね。うん,うんこの噂のことに関してもねまたちょっとこういうことは気をつけましょうというのがあったので、はい、それをまたあの後でねご紹介したいと思います。はい、でまずね今受験の話も出ましたので1曲、はいえー、目はねこの受験に関する歌でこれブレインコミックスの「受験戦争」はい。はい はいえー、そういうことでヒートのお昼前、また、ね、後半も続けていきたいと思ってます、はい、今日はあの新型コロナウイルスに、ね、関するまあ話題というか、そういった情報を、ね、今、中心に送っているわけですけど、あの例えばその、えー、こういうスマホとか、ね、携帯に、ね、メールとか LINE なんかで、ね、いろんなあの情報が流れていきますよね、はいで、それをどんどん拡散していっているんですけど実はそういったあの、まあ、中には、ね、善意で、あこれ良かれと思って。 やるまあ、拡散というのもあるんですけどそういったまたあの実はその全員によるデマの拡散が一番あの手強いというのがあって例えばあの今回の新型コロナウイルスにおいても、まあ、コロナウイルスは耐熱性がなく、まあ、26から27度の温度のお湯を飲むと防げるという中チェーンメールが、ね、あの回ってきたということでもありましたけどこれはまあ全くそのデマだということであの専門家の方の考えもある。 おかしいですまああの例えばその、まあ、テレビでもそのなんだろう医者の方が言ったんですけど、はい、人間の体温自体は36度5分とか、うん、まあ37度あるので、えー、その体温より低い温度での,あの防げるっていうのはやっぱりちょっとこれおかしいですよね、はいはい、だったら人間の体で増殖しないよねっていう話をされて、うん、ああなるほどなっていうことで、まあ、まあいろんなのがあるんだけどまたあのえっと、うん、今週はねなんか あの新型コロナウイルスの影響で、えー、中国から原材料を輸入できなくなった、まあ、トイレットペーパーが不足するだろうという,ふうなで、はいまあ、これもまた拡散したらしいんですけどこれもあの間違いで、えー、トイレットペーパーの原材料は中国に依存をしていないそうです。あこれもね、うん、なのでまずそこがまずそもそも間違うんだけどはい、はい、でもそういう情報が流れるとトイレットペーパー バーがシュナウスになるっていうことはまた起きてくるので、うん、ですからデマと事実がもうごちゃごちゃになっちゃってねはいは、あのなんか本当わけのわかなくなるような状態になるので、うん、本当じゃあどういうふうにその情報を整理したらいいかということで、うん、このえっと情報リタラシーの専門家の方で、まあインターネット ネットメディア協会の、ねはい、メディアディテラシーの理事をされている下村さんという方が、うん、あのおっしゃっているんですけどまずあの情報を受け取った時に、えー、持つべき4つの疑問があるということで、はい、そういったいろんな情報が来た時に、まず結論、ねあ、こうなんだという結論を、ねえー、即断、まあ、即決するなということと、2番目には、あごっちゃにしてうのみにまずしないでください。そして3つ目に 一つの見ああなるほど。これはあのそして4つ目にねスポットライトを開けてる中だけを見るなということで、うん、あの聞いてみるとまあ当然だなということもあるし、はい、今回の新型コロナウイルスの,あの情報に限らずいろんなネットで流れてくる情報というのは、うん、まさにその4つのことをしっかりと どううなんだろということを見極めていくということも、はい、あの大切だなということであこれはうあそうだなと思って、まあ、すごくなんか当然なことだけど実はその当然なことがこのどんどん入ってくる情報の速さと量で、はい、あのなかなかそこが、えっと、処理できなくなったりそのまま 良、まあ、かれと思ってね、みんな拡散するわけだから、はい、あのそういうことになるので、まずは一回こう立ち止まってみ、えー、ましょうということでおっしゃっているので、ね、あこれはその通りだなと思ってね、えー、ちょっとこの番組でもね、えー、と紹介をさせていただきました。はいえー、そしてあの、まあ日あ日はね、先ほど普天間太郎さんさんからもありました、あのはい、県立高校の卒業式であります。はいであの 先ほどありましたあの普天間高校の、ね、卒業生に対するコサージュ作りそして贈呈式実はあのこの後、えー、実は今高校で予行演習してまして、はい、その中の一コマを使って、えー、PTA の方からあ3年生、まあ、400名いるんですけど、うん、そこにね一人一つの手作りのコサージュをあの贈呈式がこの後予定をしておりまして、はい、あの当日い明日はねここに胸にね こう小さじをつけてくるんだけど、うん、あの本当に一つ一つ、ね、保護者の方が手作りでこうやってでその中にです、ね、一文字を書いてあるんですよ。はははいはい、はい、うん ちょっともう,もう言ってもいいのかな、朝でいいんだけどね、9月頃から、ね、PTA の3年の役員さんが集まって、はいえー、5つの、まあ、候補、文字一文字の中から、ね、うんどうしようかってことね。ね、ま、あ今年はね、笑うっていう感じをやりまして、子供たち3か年間見ても、いつもねあの、はい、笑顔でね、うんあの学校生活を送ってたっていうのが印象的だしうんまあいつまでも、この素敵な笑顔でね、あの 生活してほしいなという思いと、はい、まあ当然、笑う角には服着たりですからね、うん、そういう思いを込めて「笑う」という字をあの書かせていただいてでこれはあの、えー、高校3年生の女の子が事、ね、実で「笑う」というのを書いてもらったのを印刷してますへなんかいいですね「うん、笑う」っていうのをつけるというのが。 であのこうやってあのなん,だろうんでいるので普段はこの文字見えないんだけど、うん、僕はねあの思ったんだけどやっぱりほらあの卒業した後ねいろんなまあ進学にしろ就職にしろ、まあ、人生山あり谷あるじゃないですか、はい、その時ねなんかちょっと行き詰まったりとか何かあった時にこの小さじをほどいてもらって、うん、中から出てくる「笑う」っていう字を見た時に、まあ、子供がねふっと肩の力が抜けて、うんえー、この「 テンパってっ時にね、うん、笑うっていう字を見て振ってなんか肩の力抜いて高校の時を思い出してくれたらまたそこからまた、えー、頑張ろうっていう気になってもらえたらな、はい、いいかななんていう思いもね、えー、実は込めてますので、はい、まあ,あこれが何年後かになるのかなっていう気はしますけどそういう時にねもしそのコサージュがね、えー、みんなの気持ちが届いてくれたらいいなって感じはします。ははいじゃあ今日はあのもう一曲ね、はいえー 書きたいんですけど、本当にあの？卒業する。あの皆さんにね。送りたい言葉であ歌でね。hy のえー、竜福丸。 ね、HY の「竜福丸」を聞いてもらってますけどね「はい、シュプリームさんからね選曲がいいですね」ってありますありがとうございます。いよいよ明日た3月1日高校の卒業式ということで実はこの普天間高校の,、ね、の PTA 新聞が、ねはい、ありましてねこれが今回100号記念すべき100号ということで広報<ー>、えー、員の、ね、院長さんはじめ皆さんね一生懸命頑張ったこの 未来イっていうタイトルなんですよ。この普天間高校の PTA の広報誌、未来イ100号記念もね、明日あ皆さんにもね、お配りできると思います。そしてもう一つね、あのこの企画委員会という、また PTA の委員会の方で、はいえー、作ってもらったのがね、応援ブックというのを冊子を作ってもらって、卒業して、まあ、一人暮らしをするときでも、ね、困らないように、この応援ブックの冊子も一緒にね、あの 子どもたちに卒業する子どもたちに、はいえー、PTA から、ね、あのプレゼントするということで本当に、ね、あの保護者の,、ね、あの子どもたちに対する思いが、えー、伝わるような、えー、この3年間そして明日の卒業式の中の一、ね、コマになるのかなということで。 本当にね、あの、コロナウイルスがなければね、えー、本当に、あの、在校生も卒業、参加してね、花道も盛大に盛り上げるところだったんだけどね、うん、まあ今回はこういうことなので、まあ、仕方がないんですけど、でも、思いは伝わると思ってますので、ねはいそういうことで、明日卒業式を迎える。 皆さん、うん、ご卒業本当におめでとうございます。えー、ということで、えー、ヒートのお昼前、えー、早いもんで2月ももう今日で終わり、そしてまた、あの、放送も終わりますけど、また、えー、メッセージいただいたシュープリムさん、普天松たまにさん、どうもありがとうございました。皆さん、バイバイ。はい、お疲れ様でした。